およよ、今日は富士ピー、ー県民だよりを読んでるみたいですね。はがきやお便りも、一生懸命読んでくれてます。お、何か気になることがあったようですよ。うんうん、僕たち子供は。コロナワクチン接種をすることができますか、というご質問ですね。はい。 11歳以下の子どもさんからのご質問というふうに考えてお答えしますまずは心配しないようにというふうにお願いしたいと思いますおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんお兄さんたちがワクチンが終わって次は自分たちかなと心配していると思いますけどもまず子どもさんがですねコロナにかかっても普通の風邪みたいな症状で終わります重くなることはありませんまた 子どもさんから周りにどんどんコロナが広がることもありませんで、今日本の現状はですね、えー、みんなで子どもさんのワクチンをどうするか考えているところになりますですので、えー、どうしてもね心配があるかもしれませんけども心配しないでゆっくり待っててください ただ、かかりつけのです、ね、先生に長くご病気でかかっているお子さんにつきましては、その担当の先生に、小児科の先生に、ちょっと聞いてみてもいいかなというふうに思います。あどうも質問ありがとうございました。